松本流は日本舞踊の流派の一つ。藤間流から分派する形で八代目松本光志郎によって創始された。歌舞伎の特色を受けた芝居がかった舞踊が特徴。縄文は四つ花火し、なお五天前にも同名の流派が存在するが関連はない。松本流の創始は八代目光志郎の父、七代目松本光志郎の遺志によるものだった。 七代目孝志郎は、藤間流三世家元の三代目、藤間勘右衛門その人でもあったが、従来の藤間流の方にとらわれない、自身が歌舞伎役者として発案してきた舞を後世に伝える、ため、新たな流派、松本流を立てて、次男をその家元とし、自らは、その後見人となった。一方、藤間流の家元は、後に三男の二代目、小野松六に四代目、 藤間勘右衛門を継がせている。実の兄弟が家元を務める松本流と藤間流は、ここに肩を並べる形となった。松本流の家元は八代目、甲子郎の死後、その長男の九代目、松本甲子郎が継いだ。九代目甲子郎は14年間にわたって、松本流に成果元の座にあったが、テレビ、映画、舞台ミュージカルなどへの出演や、 舞台演出家としての活動などで多忙極まりなく、松本流家元の活動が思うようにならなかった。そこで平成7年、思うところあって、家元を長男の七代目、市川染五郎に譲ることにした。これを受けて七代目染五郎は、曽祖,祖父、七代目、松本幸四郎が、拝命に使っていた、西木松を譲り受け、松本流三世家元松本金賞を襲名。 現在に至っている。なお、西木松の姉妹である松本義保と、松高子も松本流の名取で、それぞれ松本幸則、松本美幸かを名乗っている。藤間流を祖とする松本流とは別に、かつては完成年間に活躍した歌舞伎役者の松本、米三郎を祖とする同名の流派があり、これを米三派と呼んで、藤間流その高四郎派と区別していた。 米三波の松本流は徐々に廃れ、戦後になって廃絶した。松陰会場門、ありがとうございます。